広島縮景園には樹齢300年ほどの原爆を生きたイチョウがあります。2014年11月グリーンレガシー広島はイチョウの種取りの活動をしました。毎年みんなこの被爆樹木を、イチョウの被爆樹木の周りに集まって種を取って世界中に送る予定です。被爆樹木の中で形も都市もそして主権のセントラルなような場所ですね。広島でとても大事な場所ですから、これこの木は大切にしなければなりません。この木はすごいね。この縮景園という場所は原爆が落ちた時にたくさんの人が水を求めてそして木陰を求めて来た場所です。この被爆樹木の種や苗を私たちの心からの平和の願いを込めてメッセージを込めて平和の大使として皆さんのところにお届けをする、種や苗をお届けをするという活動をしている団体です。と同時に私たちはこの大切な私たちの宝物の被爆樹木を守り育てて次の世代へ渡していきたいと願っています。みんなの心からの愛を皆さんにお届けできたらいいと思っています。1945年の夏、原子爆弾によって広島の町は破壊され、多くの命が失われました。現在の広島は町の中心、爆心地の近くに平和公園が置かれ、緑豊かな都市に復興しています。被爆樹木は爆心地からおおむね2キロの範囲の54箇所に170本ほど残っており、広島市によって認定登録されています。樹齢200年を超える大木、元の幹が焼けた後に新たな芽を出し再生したもの、幹に火傷の跡を残したもの、それぞれの木に個性があり原爆を生きた記憶を静かに語る証言者です。小学校の2年生の時に原子爆弾にあったんですよね。それでグリーンレガシーのメンバーの一人である錦織昭夫さんは被爆者であり建築家として広島の復興に携わってきました。これはまあちょっとだいぶ静かになった写真ですよね。原爆の すぐ後ってだいぶ後だと思うけど、でもこの燃えたぎった燃え尽きたこの木がこう倒されたりしてもまあ一生懸命生えて、生き物が、人間以外の生き物がこの75年は草木も生えないというところから芽を出すということはね、すごくまあみんなで本当に感動したんですよね。一番最初に我々に勇気を与えてくれたのはそういう人間以外の生き物だし、それから未だにですよ、一生懸命なって広島の町で70年は草木も生えないと言われた町で成長し続けてるし、人間以上に語るというかね、いうふうなことがすごくあって、それでまあ世界中の人にひょっとしたらね、広島の心みたいなものを語るんじゃないかなというふうなことがあってね、一生懸命協力してますけどもね。現在広島城の敷地内にはユーカリ、丸葉柳、黒金持ちの被爆樹木が生きています。グリーンレガシー広島の活動に欠かせない種の調整と苗の育成をしているのは樹木医の堀口力さんです。30年ほど前から広島の被爆樹木を守ってきました。これが種ですね。だから種は果肉がついておりますから、まず種と思われるところをよって種を洗って
確保しましたけども、あと600ぐらいは5、600あるようですので、まあ、1200、300というかその単位になります。私が種を前拾って育ててきたのは平成7年ですか、20年前ぐらいからです。やっぱり緑に深く関わってきておりましたので、その緑に関わる仕事の中で私のできる範囲といったら、やっぱ被爆樹木を通して平和を訴えるというか、いう形が私に一番合っておると、そう思っているんです。被爆樹木はやっぱり破壊と再生のシンボルであるという、その破壊と再生のシンボルであるこの被爆樹木を、まあ、世界に届けるということは、その引き受けてもらう人はやっぱりそういうその生き物を育てるんだという強い思いがあるから、やっぱりその強い思いを受け止めて、それをまあ手元で育ててくれるであろう。もう検疫は終わりました。検疫をしていただいたから、こうしても水苔が外れないように。土はない、土は洗ってない。僕も、はい、グリーンレガシー広島は2011年に活動を開始して、これまでに27の国々に種や苗をお届けしています。パートナーが決まったら、その国の気候に合わせてどんな樹木がふさわしいかを考えていきます。またそれと同時に権益についても考えなければいけません。相手国の権益条件に基づいて必要な準備を整えていきます。種や苗はグリーンレガシーのメッセージとともに届けられます。アルゼンチンのフリオさんはイチョウ、柿、クスノキの苗を育て、平和の種プロジェクトとして小学校や植物公園など国内の13カ所へ送りました。このように世界中のパートナーたちが忘れてはならない原爆のこと、平和への思いを受け取り、さらにそのメッセージを広める仲間となってくれています。I felt there was a necessity to convey the experience and involve people in actually doing something. And the fact that the trees survived, were there at the atomic bombing and continued to flourish. And over the decades, people said, these trees are important, we must protect them. I thought all this should come together and be told as one narrative. It's too important a story. It cannot be forgotten. We can tell the story of Hiroshima and Nagasaki through the trees, and everyone understands. So that was really very special for me to think we could so easily and beautifully tell such an important, universally important story.